さん今回の動画887話ですかいや良かったじゃないですか長い分だけ意味がある濃い動画だったと思いますよ、うん、非常にいい動画だとなんか久しぶりにね人の動画見てねいいなと思いましたね <laughs>、うん、で私の言いたいことも結構入っていたりとかして同時にあ私もこの表現してなかったなっていうところがあってね結構学びになったなと思うんですけどもえ今回はねまずね 吉谷さんの動画の評価はこのくらいにしてですね。えっ、ー、と、前回44歳の手取り350万のお話しましたけども、今回はね、別の方のモデルをお話ししていこうかと思います。この方はね、40代でリストラを経験しました、えー。そして無収入の時間が2年ぐらいあったんですよね。で、現在年齢52歳です。52歳ですんで、前回の44歳よりは年齢的に不利です。で、独身ですね。で、えっ、ー、と、年収なんですけども、だいたいね、 はっきり聞いたことはないんですけどもおおむね7000万ぐらいですこの方はえっ、ー、と600万の月収ぐらいですかねで私の検討だとそのぐらいなんですよ私は月収ね2 3 0 0万までは話してればすぐ分かるんですけどもこの方はねもうちょっと高いなと思ったんで分かんなかったんですよ、うん、自分よりもだから能力の高い人はなかなか測れないようになってるんですよね人っていうのは自分よりも能力の低い人は失礼な言い方になりますけどね自分の歩いてきた 道筋なななんんんででとなく見えるんですよつまり月収20万とか30万の人がどういう思考回路になるのかどういう生活パターンになるのかどういう仕事をしてるのかどういう趣味ならできるのかってことが見えてくるんですよねでさすがにね R34 を何年間も保有してる人が月収15万っていうのは考えられないですよ月収20万とかねちょっと考えられないですねアメ車を乗ってる人が10年も20年も乗ってる人がね、まあ、月収20万とか30万もこれも考えにくいんですよね 特殊な例を除いてやっぱり余裕なお金を持っていて余裕な時間を持っていてアメ車に対する余裕な知識を持っているってことになると思うんですよまあ車だけで測れないんですけども今回一応ね車をモデルにお話しさせていただきましたけどねじゃあこの52歳の方の例に戻りますねこの人は月収は600万ぐらいなんで結構高いでしょだからものすごく忙しく働いてるのかなと思ったらそうではないんですよ別に SNS を インスタグラムなりね、ツイッターなり、えー、フェイスブックなり、YouTube なり、なり更新する余裕もあるんですよ。この前ちょっとある方と話したんですけども、YouTube やりたいんだけども、仕事が忙しくてできませんっていうことなんですよ。まあこれ本当に正直なところだと思いますよね。10時間ほど勤務して帰ってきて、まあ生活習慣作ってね、それから自分の空いた時間を探そうと思ってもあんまりないと思うんですよ。それからそういう意識にならないでしょうね。バタバタと忙しく一日過ぎていきますから。それは分かります。まあこれちょっと置いといてですね。 この方は、52歳の方は、時間は結構自由にコントロールしてるんで、あのー、何月何日時間ありますって言ったら、いいよ、開けますよって感じなんですよ。<laughs> だから、優先順位をどうつけるかによって、この人は時間を作ってくれたりするんですよね。あれ、バッテリー切れそうですね。すみません、また切ります。